皆さんこんにちは、ヒカルと申します。今回はですね、こちらの中国で発売された時効缶バッジ1ボックスですね、購入しましたので開けていきたいと思います。イエーイ。中国グッズはね、もう本当に可愛いのが多くて私も大好きなんですけど、この大きめのハートアクスタとかね、以前の動画でも私の持ってる中国グッズいくつか紹介しているので、よかったらそっちも見ていってください。で、今回の時効缶バッジ、私が購入したのはこの C ボックスなんですけれども、ラインナップがですね、エデン、アンデッド、マム、バルキリー、流星体ですね。はい。で、まあ1ボックスで全部揃うので狙いと言ってもあれなんですけど、レカオちゃんね、目的で購入をしました。では早速開けていきましょう。ちょっと準備します。で、中国の缶バッジって並びがね、そのまま入ってることが多いので、今回はちょっとお楽しみ感を増すためにバラバラにしていきます。よいしょ。じゃあ混ぜていきますね。混ざるんかな。よし。では混ぜ終えましたので、早速ね、開けていきましょう。よいしょ。レカオちゃんのポジション見えるようにね。はい。はい、では早速開けていきましょう。一つ目からですね。はい、一つ目誰でしょうか。いきます。せーので、おいっと、あ、あれ、うそー、一つ目から出ちゃうよ。しかもまた袋かぶってる、ありがたい。なんかね、前は同じような花窓缶バッジ開けた時は多分袋に入ってなかったんですよ。そこじゃなくて、はい。ねれちゃんかっこいい。で、サインもほら、金キラキラしてます。ゴールドのサインでちょっとラメが入ってる感じですね。で、後ろのところも前みたいにステンドグラス風になってますね。で、この辺にちょっとキラってこうラメが入ったり。で、時効っていうだけあって時計とかのマークも入ってます。いやー、めっちゃいい。ちょっと大きいんですかね、日本のバッジよりも。そうですね、こちらは日本の57ミリ缶なので、これよりはでかいな。うん、60くらい ?65 くらいあるかな。めっちゃいい。ちなみにね、前回、前購入した花窓缶バッジがこんな感じです。で、同じようにこれもステンドグラス風みたいな感じになってるんですけど、こっちはね、それに加えてサインとラメがね、入ってるのが、めっちゃ綺麗ですね。キラキラしてます。はい、一つ目、レイちゃん来てくれました。ありがとうございます。これは避けておこうかな。ここに置いておこう。いや、いいね。午前出会いの開花後も。はい、では、二つ目、開けていきまーす。幸先がよろしいぞ。めっちゃ幸先いいやん。はい、二つ目、せーのーでーす。ほい、あ、ガラタグ、めっちゃ綺麗。びっくりした。てか、まあ、マジで私の好きな色ですね、これは。レイちゃんと比べて、レイちゃんはちょっとバッチリいっぱいにこうお顔とか絵が映っちゃってるから、あまり後ろの背景見えないんですけど、かなたくんはね、背景がよく見えて、またキラキラ、かわいい、推しになってるんや、時計のとこ。めっちゃかわいい、ほんまに。中国グッズ様々ですね。はい、では2つ目、かなたくん来てくれました、ありがとうございます。かわいい、ペロってして。では3つ目いきます。せーので、ピッと、お、ちあきですね。 A2G のちあき来てくれました、ありがとうございます。これも背景見えてていいですね。赤なんだけど、ちょっとなんだろう、こう、鮮血って血やな。鮮やかな赤というよりは、ちょっと、なんだろう、おとなしめの赤なんていう、ワインレッドいやー、はい、千秋来てくれました。ありがとうございます。その千秋はね、すごく思い入れがありますよ。A2G のイベント走るときにカオルが報酬やったんで。まあ、100連回したんですけど、まあ、出なかったですね。はい。まあ、今ではね、もう2枚ぐらい来てくれて、後から優しくするタイプの男の子ですね。はい。もうテロップ貼ります。数えるのがめんどくさいので。よし、はい、いきます。せーのーでーしょ。はい、お、しのぶちゃんですね。これはひーちゃんのしのぶくんですね。はい、あ、しのぶくんも、あ、黄色綺麗やな。背景黄色もめちゃくちゃ可愛い鮮やかな黄色ってのが可愛いね。で、フィーちゃんのね、しのぶくんも私の主戦力なので、アプリ内でいつもお世話になってますはい、ありがとうございます、しのぶちゃんでした。はい、せーのーでー、ほいっと、おひいさん。はい。あー、いいね。エレンは、ここ、そうなんや。時計のとこちょっと違うんですね。レイちゃんの時の時計の真ん中わかんなかったんで、こんな感じで、流星体は星になってて、エレンはこのエレンのロゴですね。これになってます。で、おひいさんは、グレーを基調？ん？そうですね。グレー基調に、この辺だけちょっとおひいさんの緑が入ってるって感じで。うわー、いいな。これ、かっこいい。シックやな。ええな。めっちゃかっこいい。はい。おひいさん来てくれました。箱入れのね、おひいさんですね。ありがとうございます。かっこいい。本当にかっこいい。これは開花前と開花後のね、ギャップがすごいですよね。はい。では、行きます。はい。行きます。せーのーでー、ほっ、お、じゅんくん。じゅんくん来てくれました。これはテーマスカウトのじゅんくんですね。いいね。なんかエデンはちょっとグレーっぽいのが貴重で、それぞれのカラーがこの辺に青とかね、じゅんくんだったら入ってる感じで。わー、顔が
顔がいい。私かな、このカード持ってないんですけど、てか、ジュンくんの星5を持ってないっていう。なかなかご縁がないですね、ジュンくんに。はい、ジュンくん来てくれました。ありがとうございます。いきますよ。せーので、ポッと。あ、なぎささん。あんまり回ってなかったね、エデンのとこ。なぎささんはどうだろう、ちょっと後ろのとこ見えにくいんですけど、ここですね、ちょっとやっぱりなぎささんのこのオレンジっぽい色が入ってますね。これはテーマスカウトのなぎささんですよね。うん。なぎささんはこの前やっと工場の星5が来てくれて、星51枚持ってるんですけど、このカードは持ってないですね。本当になぎささんはあんまりご縁がない。ていうか多分エデンにあんまりご縁がないのかなっていう。なぎささん来てくれました。ありがとうございます。はい、いきます。せーのね。ポイント。お、マダラさん。これはラブフェイスの箱入れ。暗夜航路のマダラさんですね。かっこいい。いやー、顔がいい。これ友達がね、イベントで取り逃して、メモコで頑張ってましたね。そうですね、ちょっと茶色っぽい感じで、ここにダブルフェイスのマークと時計がありますね。ちょっと背景がそんなに見える感じなくて、絵がバッてある、レイちゃんと同じタイプですね。はい、マダラさん来てくれました。ありがとうございます。バキューンって、バキューンして。はい、では、まっせーので、ほい。あ、緑くん、ドールハウスの、これはね、すごい思い出がある。で、背景も、緑くんもよく、てか、流星体は結構背景がよく見えてて、いいですね。緑綺麗。このね、ドールハウスは、その、お出迎えのイベントの特攻だったんで、これも100円回したんですけど、はい。やっぱり来てくれませんでしたね。うん。未だに来てません、緑くん。いや、いつか欲しいなと思ってるんですけど、可愛いので。はい。緑くん来てくれました。ありがとうございます。なんか、開封しながら、その、ゲームでの思い出を語ろうかい、みたいな感じになってますね。思い出もいっぱいあるんですよ、それぞれにね。はい。座っていきます。せーの。で、ほい。お、シュウさんですね。これはネバーランドの箱入れのシュウさんですね。あ、いいな、バルキリーはここ。やっぱりね、バルキリーってね、ほんとおしゃれなんですよね。この、いろいろ。ロゴとか、色とか、ほんとにおしゃれ。で、ここが、ちょっとシュウさん薄ピンクになってて、で、他のところの背景は、あの、バルキリーの色ですね。ちょっと、ワインレッドみたいな、濃い赤、みたいな感じで。あー、めっちゃおしゃれ。おしゃれなんですよ、ほんとになんか。で、このネバーランドのね、衣装も最高でしたよね。本当にあれ欲しかったんですけど。ちょっとね。では、シュウさん来てくれました。ありがとうございます。はい。あれ、アンデット。あれあと残り6個で。あと3人。半分アンデットですね。いいですよ。はい。いきます。せーのーねー。はい。あ、ミカちゃん来てくれました。はい。これはフィーチャーのね、ミカちゃんですね。一番最初のフィーチャーなんで、すごい覚えてます。いやー、ミカちゃんはちょっとここ、このミカちゃんカラーですね。これ何色って言ったらいいんですかね。何ブルーなんだけど、ちょっと色にあんまり詳しくなくて。いやー、いいですねー。いやー、おしゃれ。本当にバルキリーおしゃれ。今ね、超特攻スカウトやってるんですけど、あの開花前のミカちゃんも可愛いし、可愛いもニコってこうね。はい。また顔もできるし、こういう顔もできるしって、本当にね、うん、ミカちゃん最高なんですよ。あの、一番最初のお尻ですね。はい。はい、ありがとうございます、ミカちゃん。あ、なんか語ってたら、なんかだいぶ熱くなってきました。はい。いきます。せーのーでーす。はい。あ、コウが来てくれましたね。フィーチャーのコウガくんですね。あ、アンデッドの時計のとこやっぱりコウモリになってますね。で、コウガくんカラーのグレーと。で、この辺もね、十字架とか入ってて。あー、いいねー。フィーチャーのね、コウガくん。ありがとうございます。これもね、アプリ内、ゲームではね、主戦力なので。いつもありがとう、コウガくん。今回イベントも頑張ろうね。一緒に。うん。タオちゃんをお迎えしに行こうね。はい、コウガくん来てくれました。ありがとうございます。そうなんですよ。今回ね、今、アンデとのイベントやってるんですけど、またね、スパークルで、アンデの曲が。で、前回のナイトレスワールドもスパークルやったんで、前回撮ったコウガくんがね、めちゃくちゃもうスタメンで、思いっきりスタメンのセンターなので、もうね、コウガくんでアドちゃんをお迎えしに行ってる感じが強いですね。はい、では、開けていきます。せーので、よいしょ。あれ?はい!お!イバラくん!イバラくんですね、フィーチャーのイバラさん。イバラ様、イバラ様。呼び方が定まらない。イバラくんって呼んでますね、いつも。はい、イバラくんは、ここちょっと、赤?じゃないな、紫ですね、ここ。いやー、いいですね。フィーチャーのイバラくんもね、かなり初期の段階で来てくれて、はい。結構戦力で頑張ってくれてます。いやー、指も長いな。かっこいい。イバラくん来てくれました。ありがとうございます。はい、行きます。せーのーで、ほい!テトラ、そうだ。モーターショーのテトラですね。いやー、いいね。モーターショーもね、初期のイベントなんですけど、結構頑張りました、普通に。テトラはやっぱりちょっと紫なんですね、全体的に。この、イメージカラーっていうんですか?スタライトとかでもね、ペンライトを紫にね、してくださいって言ってたんで、ちょっと黒っぽい紫っていう感じですね。はい。モーターショーのテトラ来てくれました。ありがとうございます。では、行きます。さあ、どっちだ?
岩瀬なで、ほい、あ、アドちゃん、アドちゃん、岩イベント頑張ってるよ、アドちゃん。お月見のアドちゃん大好きなんですよ。この横顔が本当に綺麗で、いやー綺麗、美しいんですよ、アドちゃん。いやー、もうイベント早くお迎えするからちょっと待っててね、まだまだまだなんですけど。はい、アドちゃん来てくれました、ありがとうございます。はい、ではラストということで、レイちゃんで始まってカオルで終わり、サイヨシで始まってサイヨシで終わりみたいな最高の締めですね。はい、いきます、せーのね、はいはい、カオル、はい、来ました。裏返ってる。あー、カオル。かっこいいね、君はね。はい、A2G のね、カオルです。でもね、このカオルはちょっとアンデっぽくなくて、やっぱり黄色とか、なんでしょう、暖色系のイメージ、この A2G のカオルは。なんで、ちょっとね、紫どうかなと思ったんですけど、いや、でもマッチしてますね。さすがアンデットなんで、このレイちゃんはもう思いっきりアンデットなんですけど。なんだ、アンデットじゃない、アンデットってなんなんて感じなんですけど。はい、ありがとうございます。最初と最後で、いい感じで締めくくってくれましたね。はい。はい、では今回はこんな感じで、中国のですね、自己感マッチ、キラキラですよ。開封していきました。またね、開封動画はじめ、アンスタ関係のいろんな動画出していきたいと思ってるので、また見ていただけたら嬉しく思います。では今回は以上になります。最後までご視聴